君は雪間に恋願う。鈴乃か、今日も一日ご苦労だった。ああ、こいつには世話になっている。それに少し腹を空かせていたようだったのでな。今日はお前が美晴さんのところへ行ってきたんだったな。彼女の様子はどうだった？そうか。
夢の話？いや、聞いていないが。そうか、ミツはそんな夢を。お前の言っていた通りだったな。道具は一人の人間に使われるものではない。お前に言われてから自分なりに考えていたのだ。半蔵にとって私は憎い仇そのもの。しかし私にとって半蔵はどんな存在なのかと。私の見つけた答えは、家族だった。私に半蔵の主人であり、私の作り主でもある石井殿の記憶はない。復讐の念に囚われる前の半蔵や、その兄弟や母親が幸福に過ごす様子の記憶も。私は私ではなく、脇差しだったのだから当然だが、それに、私に魂が宿ったのは、石井家にいる時ではなく、赤堀源五右衛門のもとにいた時のはずだ。もし記憶が封印されていなかったとしても、覚えているのは石井家での日々ではなく、赤堀の脇差しとして逃亡する日々だったやもしれん。だから、こう感じるのは気の迷いかもしれないが。やはり、あいつは私にとって家族だと。兄弟のようなものだと、そう思わずにはいられるのだ。あいつには再三、私は赤堀ではないと繰り返しているからな。きっと同じようなことを言っても聞き入れてはもらえないだろう。それにもし、私が脇差しから生まれたものだと理解してもらえたとて、許されはしない。半蔵の思い出の中に、私は存在しないのだから。
もし以前私がこの手で半蔵を倒せていたら、こんなにも悩むことはなかっただろうな。しかし一切は過ぎたこと、そして私は今お前や他のお庭番に全てを託し待つことしかできん。鈴野、だから頼む。どうか半蔵を止めてやってくれ。いや、そんなことはない。良くなる腹だと思っていただけだ。恥ずかしがらなくてもいい。任務が忙しくてそれどころではなかったのだろう。握り飯でよければ私が作ろう。宮地殿の家から米を分けてもらってきてくれないか。今はこれだけだ。小豆はよく食べるな。夜市を思い出した。ああ、勘のいい女だな。あんた、この家の奉公人だろ。やっぱり形人をかくまってやがったんだな。
死ね。鈴野、大丈夫か？怪我は？怪我はないかと聞いている。鈴野、どうした？なぜ答えない？何？鈴野、本当に大丈夫か？すまない。私が用事など頼まなければ、お前に恐ろしい思いをさせずに済んだもの。そんなわけはない。私は貴子だ。心はない。鈴の、私の意図を見て何を考えているのか探るのはやめてくれ。
しかし見てしまうのが当然だろうな。今まで存在していなかったものがあるのだから。先ほど見るなと言ったばかりでなんだが、私は今どんな状態なんだ。胸の中がむずがゆくて、頬が引きつりそうになるのをこらえている。こんな状態に陥ったことは一度もない。そうだな。封印が解ければよいかに弱みをさらすことになる。よいか討伐のために作られた道具としてこれほど不名誉なことはない。そもそも封印の解けた機構は処分されるのが決まりだ。鈴野、お前はなぜ私の心の封印が解けたのだと思う。それも確かにあるかもしれん。だが最後のきっかけになったのは、おそらくお前を失いたくないと思ったことだ。あの男の刀がお前の喉を貫こうとするのを見たとき、頭の中で何かが切れたような音がした。勝手に体が動いて止まらなかった。お前が無事に立っているのを見たとき、胸が本当に震えたんだ。私にはまだわからないことばかりだ。心が蘇っているとしても、自分の中にある感情の名を知らない。ただ、初めての感覚に翻弄されている。だが、そんな私でも一つわかることがある。私が今、封印が解けたことを喜んでいるのだとしたら、その理由もお前だ、鈴野。それと、安心してくれていい。お頭たちや吉宗様の判断はわからんが、私から処分を希望することはない。
いつかお前が聞いてくれただろう。もし酔い退治をお役御免となったらどうするのかと。ずっと答えは出なかった。というより、処分されるのが最善の道だとしか思えなかった。しかし不思議なことに、今は、もし許されるのならば、生きたいと思っている。そうか、それは手間をかけるな。こんな望みを抱くようになったのも、封印が解けたからなのだろうか。なるほど。お前にそう言われて、また胸のあたりがむずがゆくなった。つまり、お前が嬉しいと私も嬉しいということだな。ずいぶんふぬけたことを話しているんだな。うまくおびき出せたようだな。ごくごく普通の賊にしか見えなかったろ。少し面倒な細工はいるが、俺にはこういう風にも形人を使うことができるんだ。おかげでいい雰囲気じゃないか、ご両人。その顔、やっと自分が窮地にいることに気づいたか。久我源十郎と言ったか。何でもお前は形人に近い存在らしいな。
さあ、その肉体を俺によこせ。私が赤堀源五右衛門ではないといつから知っていた。さあ、いつからだろうな。細かいことは思い出すのが億劫だ。たとえ覚えていたとしてもな。だが驚いたよ。まさかあんなことで心の封印が解けるとは。貴子のくせに女に甘いとは呆れるよ。お前、貴子のことを知っているのか。ああ、霊体でいる間にいろいろ盗み聞きしてね。鈴野。本当に死んでしまっていいのか？せっかく心を取り戻せたのに。今死ねば、お前はその溢れんばかりの未練から酔いかになってしまうかもしれんぞ。
思い通りにはさせん。私は江戸を離れる。その間にお前は頭たちに。お前たちが来るまで必ず半蔵に悪事は働かせない。私を殺しに来てくれ。そりゃあ美晴さんの見張りを交代してきたところだからいるでしょ。それよりそんなに慌ててどうしたんだい。君には源十郎の護衛を任せていたはずだが。冗談だよね。源十郎は貴子だからそういった攻撃は通用しないはずなんだけど。嘘でしょ。源十郎みたいな貴子が良いかに取り憑かれたらとんでもないことになるじゃん。鈴乃さん、君が謝る必要なんてないよ。俺がこの可能性を想定しているべきだった。そもそも彼に過去を教えたのは俺なんだから。近頃源十郎が貴子らしくなくなっているのは気づいていた。でも正直に言うとそれを見守ってやりたいと思っていたんだ。だがそれも
源十郎が拠点の結界に守られていて、かつ半蔵の目的が別の形人だと考えていたからこそだ。まさかこんなに早く心の封印が解けるとは。それに源十郎の体が半蔵の求める条件に合致していたなんて。まあ良いかの匂いはプンプンするだろうね。キコはこの世で一番良いかと近しいんだから。気づくきっかけはあったんじゃない？半蔵が赤堀源五右衛門の返り討ちにあったのは今から20年以上前のことだし。半蔵とその兄が勝負を挑んだ時、赤堀は確か50近かったはず。さすがにあんな若いわけがないって気づいたんでしょう。あいつ霊体でずっと俺たちのこと監視していたみたいだし。状況を整理しようか。源十郎は江戸から出て行ったそうだけど、その行き先はわかるかな？なるほど。なら今のうちに終えるところまででいいから足跡の追跡をしてもらおうか。陽一も彼女について行ってくれるかな？わかった。その間に俺は鬼屋番のみんなに知らせておくよ。万が一の事態に備えて江戸と千代田城の守りを固める必要があるからね。それじゃあ任せたよ。形人はすべて捕獲しろ。起き上がる前にすべて片付けるんだ。ちょっとどういうことなんですか？捕らえるだけだなんて。また暴れ回ったりしたら責任取れるの？今のうちに寄付だなり道具なり壊しちまえばいいんじゃないか？こんなにピリピリしている江戸、初めて見たかも。
源十郎が江戸から離れたからでしょう。半蔵の支配下からは逃れられたけど、同時に自分の体を制御する権利も失ってるんじゃない？つまり今の形人たちは文楽人形みたいなものなんだよ。操る者がいなくなっただけだから自立もできない。そういうことで、半蔵の足跡は間違いなくここから先に続いているわけ。じゃあ一旦拠点へ帰ろうか。帰ってきたか。半蔵の足跡はやはり江戸の外へと続いていたか。そうか。ではやるべきことは決まっているな。これよりお前たちに半蔵の討伐を命ずる。上役を除いた全員で半蔵の残した痕跡を追っていってくれ。その間、江戸の守護は我々3名と表のお庭番で協力して行っていく。今となってはそれしか方法がない。話は分かりました。それで半蔵を退治するための仮の器は用意できたのですか？安心しろ、ここにある。使い方は簡単だ。半蔵を久我から追い出したところで、この人形を霊体にぶつけてみろ。そうすれば自然に半蔵の魂が人形に吸い込まれるはずだ。うん、随分簡単な仕掛けなんですね。決まっている。源十郎ごと半蔵を切り捨てるしかない。これ以上半蔵を好きにさせては被害がどんどん広がっていく。江戸どころかこの国中の形人が半蔵の手に落ちるかもしれない。そうなればこの国は終わりだ。
頼んだよ、みんな。